はい、皆さんこんにちは。小野敏郎です。先日行われた JB トップ50第1戦オンガガの試合なんですけれども、なんとかね3位に入賞することができました。去年1年間ね成績的にはちょっと苦しんだ部分もあるんで、いいスタートが切れたと思ってほっとしてます。正直なところ、全体的にはね、結果から見ても分かる通り、非常に厳しい試合でした。春なんでねすごくこうビッグフィッシュビッグエイトを狙える反面、小さいフィールドにね、全国から60人の、トップアングラーが集まるんで、あっという間にこうフィッシングプレッシャーがかかって、魚のバイトが少なくなっちゃう、食わなくなっちゃう、そういう状況で開催された試合なんで、そのプレッシャーも考慮しながらね、いかに、ビッグフィッシュを入れるか、そこが肝になるトーナメントでした。あとね、今年のトップ50、非常に大きな変更点として今までのポイント制から最終順位はウエイト制に変更されたんですね。ですから、時期的にもね、非常に、ノーフィッシュもあるんだけれども、でもハマるとね、ハイスコアビッグウエイトが出るっていう時期もあるんで、どれだけね、ウエイトを稼ぐことができるか、どんなにポイントを今まで通り積み重ねて堅実な硬い釣りをしても、もうドンとビッグフィッシュをビッグウエイトを出されると逆転されちゃうようなそういう試合展開というのが予想されたんで、プラクティスの段階からいかにしてね、ビッグフィッシュビッグウェイトを出せるか、そこを集中して、戦略を組んだ、そういう試合でした。で、結果ね、皆さんご存知の通り初日、唯一の6キロオーバーを釣ることができて、最終的にはねそのウェイトが効いてね、ウェイト制で、3位に入賞できた、ある意味戦略がねバチッとはまった試合でもありました。で、じゃあビッグウェイトを、ね、釣るために、どういう戦略を取ったかというところなんですけども、これはもう本当にシーズナルパターン、それ以外ありません。やっぱりね、今回の試合に限らずね、いい釣りをするにはこれはもうプライベートな釣りも一緒なんですけども、やっぱりね例えば細かいシークレットスポットとかあるいはシークレットルアーとか、もちろんねそういった部分も、大事であることには変わりないんですけども、やっぱり基本はねシーズナルパターン、ここねいかにきちっとはめる、それにのっとった釣りをするかによって、いっぱい釣れたり大きい魚がたくさん釣れたりね、あるいは全然釣れなかったり、そういった部分が出てきちゃうんですね。だから今回は、プリスポーンですね、スポーニング直前の、春のビッグバス、これがどういう場所に集まってどういうルアーを好むのか、そういった部分に焦点を当てながら、戦略を組んだんですね。で、結果僕がセレクトしたルアーがまず一つがスピナーベイト、メディスの2分の1ですね。これで、比較的サスペンド気味の浮いたバスを釣るっていう方法が一つ。あとね、どうしてもスポーニングが近づくと、あるいはトーナメントのフィッシングプレッシャーなんかで、フィネスじゃないと食わないと、そういうようなシチュエーションも出てきちゃうんで、そこにはこのシザーコームの3インチですね。これをセレクトしました。で、リグなんですけども、最近はちょっとね、使われなくなってきた、キャロライナリグ、ライトキャローを使いました。ウエートは 2.5 グラムで比較的軽めのものなんですけども、なんでじゃ あライトキャロを使ったかっていうと、これねスピナーベイトをチョイスした理由と、非常に近いんですね。要はバスはこの時期特に大きなメスっていうのはこれサスペンド気味なんですね。で、棚をしっかり合わせることによってバイトを得られる。逆に言うとね、ボトムにべったりつけちゃうと、この表層水温からこうどん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 上がるこの春の時期っていうのはなかなかこうでかいバスは食いづらい、食ってもオスしか食わない、そういう状況になる。そこで、リーダー分だけルアーをサスペンドできるライトキャロン、これを使って、シザーコーム3インチ、これでフォローしていくと、こういうような戦略を組みました。